おはようございます。スーパーファミコン版ちみまる子ちゃん、なりきり、なりきりじゃねえ、はりきり365日の巻。ああ。これ、すごろくゲームなんや。あ、ね、これ。これ、とりあえず、リセットしました。で、本当はこんな感じの、画面になっていると。で、遊ぶ人、今俺一人しかおらへんので、一人。コンピューター、二人、しようか。あ、赤い丸ちゃん？いやさあ、いい。野菜丸ちゃん。野菜丸ちゃんでいいか。はい。で、これも青い丸ちゃん、黄色丸ちゃん。3ヶ月ぐらいでいい？なんか、4月から。はい。俺、最後か。さあ4月だよ、吉巻の始まりだよ、みんな頑張ろうねと。黄色丸ちゃんから始めるわけやな。 OK、 やあベイビー、こんなところで会うなんて思わなかった。なくないしてみます。さあ僕のことは気にしないでくれたまえ、僕はいつも我が道を行くのさ。点数、なんか加点があったな。このルーレットは何や？犬やと4、まあ、同じやね、これ以下同分中で、はあ、で今度は足の番で1、マジか。エイプリルフ、どんな嘘がいいかな。マイナス10、マジか。あ、4、はいはいはい。これ多分、一番得点、点数が高い人が勝ちなんかな。6か、最初にゴールした人が勝ち。いや、ちょっとよくわからへんけど。何それ。まあ、今回3ヶ月モードなんで、まあ、そんな長くはないやろ。とは思うんやけども。1日に1回休む。はあはあはあ。4。おっ。おい、マルコ、俺のスタミナドリンクをやるから、次の給食の時コーヒー牛乳くれよ。ハマジのスタミナドリンクとコーヒー牛乳を交換したんだ。えっ、黄色いマルちゃんが勝ちそうな感じするな、これ。このままやと。え、あ、俺と入れ替わった。あ、やったな。俺、で、一回休みやろ。俺、マイナス10点か。はい。スパイクシューズ。これさえあれば、坂道でも滑らない。はぁ、あ。まだ俺、マイナス10点やけど、大丈夫か。また1回すんやん。あ、今度は黄色い丸じゃないから。まあ、またってわけではないか。まあ、またか。2人目やしね。おう、なんか、牛2人重なったら、お姉ちゃん、桃子、桃子じゃない、さくらも、あの、お姉ちゃんみたいな髪型になってたね。長く。ロングになって、トップ。あ、こういう入れ替わりは結構激しいんかな、もしかしたら。とりあえず俺、マイナス10点というのが気になるから、はい、謎やな。あ、お金のマークついてるね。小遣いの日か。うわ、70点、結構大きいな。あー、17日っていうと、あ、またか、結構、ここから抜け出せへんかもしれんな、もしかしたら。チョコレート、
て青い丸ちゃんいいな。こうゆえあ今日は道具を買ったり売ったりできるんです。私秀次がご案内いたしましょう。あこれは点数は別にいっぱいあるとあその多い少ないがこうあれまたやマジか。え俺もう進まれへんやんどうしようチョコレートマジか。いやあ来る順番ではい止まる順番でそのお小遣いが変わってくるんでね。まあお小遣い点ね点たゴールでこれ多い少ないで勝負の結果決まんのかな。違うあスパイクシューズで多分今度の委員長選挙も丸を据えをよろしく。また昨日船見さんにズバリ宿題を見せてもらっていたでしょう。またマイナス俺も負けや。点数で勝負するんやったらやけど。6。ああいいな。どんどん飛ばしていってんな。こういうところどころね、小さいマイナスはあるみたいね。4月やし、優しめなんかな。そんなももしかしたらあるかもしれへん。緑の日。マイナス20点。あ、6。バースデー。こんなのどうした？あなたの捨てた期間が地球を破滅に向かわせる。トモソ。あ、5、7、5、7、5、5、4。あ、まあまあ。プラス4、おっしゃ。まあ、自由区っていう感じかな。キャラメル。あ、いいのももらったな。これもゴールするやろ。ちょうど止まらなあかん。ああ、ちょうど止まったな。プラス200点。ああ、プラス200点。5。え、この今多分0点ぐらいかな。あれお出しますやのに。マジか、今俺0点やしね。ゴールでいいかな。プラス100点2着やからか。まあまあそんなもんかな。野菜丸ちゃん低いな。5月遊園地の日、坂が多い、気をつけて。はあ、5。え、20点。まあまあまあもらえんよりはね。あ、これ月ごとに点数こう各月でね変わってくるのか。なるほど。はい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 、スパイク。
バイクシューズ俺持ってるから滑らへんかったっちゅうことかな。これ2が坂に、2の上が坂になってるから2止まったら1に滑っていくんかなと思ったけど、そういうわけではないわけ。憲法記念日5月3日お札、あはあ、まあまあまあ、母の日、マルちゃんはお母さんの笑顔を見てお小遣いをはたいて買ってよかったと思った。プラス50点いいね。5月10日か、母の日か、うん、これそれぞれのマスにこういうイベントみたいなのが用意されてるのかな、カレンダーに合わせて。もっとするとなかなかこう何回もプレイしていく価値はあるのかな。うん、ああそういうことか、札持ってるからマイナスがプラスになったのか。はあ、歯医者さんプラス30点1回休み、せっかく戦闘だったのにな。地底人か、別に文句はないで、プラス40点。なんかよう分からへんけど、まあマルコちゃんっぽいよね。パープラス50点。ちょっと手抜いてへんか、これ。ここら辺あき、あの朝1回休みか。うん、ストップに踊り入れたんちゃう。はあ、なあ同じの多いな。4月だけ勝ちから入ってた、もしかして。あ、違う。あ、違う。訂正しようか。力抜いたとかもう手抜いてるわけではない。おひょ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 。上宇宙人にスパイクシューズ取られちゃった。マジか。ここら辺は全然いいよね。俺スパイクシューズ取られたから、この坂登られへんのね。登れへんので、何出してもまあ同じか。ありがとう、ありがとう、たまちゃん。ありがとう、たまちゃん。助かるわ。お、ヒロシフト。払えな。ああ、そう、通り抜け、はいはい、通り抜けたのが2番目でもちょっと遅いっていう。止まったらもらえるのかな、そういうわけではないよね。間違えます、合ってるか。はい。出た数10倍点。あ、またや。通り過ぎたらお小遣いもちろんもらわれへんけど、止まった人も、じゃあ、あ、一番目に止まったからといって、先にね、通り過ぎた人がいたら、来るのちょっと遅かったよって言われるかな。そんな感じかな。はいはいはい。
絡めるのか。1位でゴールしたい。あ、買うか。これもいいな。もう何も買わない、何も買わないか。次チョコレート使って、それでまあ弱点を狙うと。あ、スパイクシュース取られてる、かわいそう。ここで使うと、あ、工事のお兄さんに、お兄さんもその止まりかねない。いや、周りだけ振る。アイテム、チョコレート、一緒か。どこで使ったの、そんなに。あ、4、ちょうどや。1回休みちゃう。あー、2、3、4。あー、1日すんで1回休むことにする。でも俺はスタミナドリンクを持ってるんだな。使えるんかな。おお、黄色いマルちゃんも。一回休み。じゃあこれ青いマルちゃんも、ちょうど工事のお兄さんとかに泊まってもらって、あー、超えたな。戻ったけど30点。野菜マルちゃんアイテム、でルーレ、結構差開きたいな。お、1、2、3、4、5か。お、ミニゲーム、この動きは何や。45点。まあまあまあ悪くはないでしょう。ここは今月は俺もらったな、1位かな。海賊船、やめるんじゃマルコ。おじいちゃんはマルコを女海賊にするために育てたつもりはないぞ。やめてくれなマルコ。でこれでゴールもらったかな。あ、ちょうどゴール200点。よっしゃ、そうやね。うん、スパイクシューズ持ってないからな。没収されたよね、宇宙人に確か。まあもう俺ゴールしちゃったんで、あとはもう2人で、ね、ああ、なやこれ、プラス50点。ちょ、もう意味は分からへんけど、プラス50点。あれ、もしかして逆転、点数逆転されてんじゃん。そうでもないかな。大丈夫。
ああ、俺今1位か。ああ、はいはいはい。6月宝がいっぱい埋まってる。ああ、これちょっと厳しいかもしれんな。これはもしかしたら厳しい月になるかもしれん。マイナスマイナスマイナスになる可能性もあるよね。お、もう芋見つけたな。オナラプー、今言わへんよね、オナラプーって。多分今の 若い子っつうか、今のちびっ子は。俺もちょうど3なんで穴開けられないで。あ、あ、30点。まあまあまあ、マイナス量なしか。先の方に進める方か、他のプレイヤーが掘った穴を掘るっていう、掘るっていうか、そのとこ、そこに止まって掘れへんっていうのがないんやけど、まあそうなるとなんかようわからんキャラクターが出てきて、今みたいに20点没収され、お、何これ、インカ帝国の秘宝。はあ、ついてんな。今回はついてるかもしれへんな。うわぁ、進むなぁ。ここプラス50って、もう何でかさっぱりわからへんけど。意味は分からへんけど、まあまあ、こじってもらえるんやったらいいでしょう。俺ももらえるんやったらもらいたいな。あ、そう、まあ、いいものを掘り続けるっていうのはなかなかできんようで、まあ、これはしょうがないね。すごいな。すごい進むな。そうやな。お、プラス。あのマイナスかと思ったな。マイナスマスな感じがしたんやけどな。金曜日に止まる。あ、スパイクシューズ。ああ、二つ目はいらんな。まあまあまあ、ハズレ引くよりはね、まあ、マシっちゃマシない。悪いようやな。お、またや、またインカ帝国。あ、あ、タマちゃんがくれ、タマちゃんがくれたってこと。あ、そういうことか。1、マジか。うん、まあ、ゆっくりす、この際ボーナスね、ゴールボーナスは諦めてゆっくりすんで回収していこうか、ポイント。それ目標でいくしかないよな。なんかいいのばっか出るな。赤いマルちゃんは、赤い、あ、野菜マルちゃん、野菜マルちゃんはなんか、腹痛仮面、お前の中痛くしてる。はあ、とんでもないな、腹痛仮面。4、マイナス10。そうか、
プルコールしちゃうよね多分。せへんかな。3出たらもう起きるやろ。うん、ちょうどゴールやな。プラス200。そうやね。一回休み。ああ、そうか。スタミナドリンク持ってんのか。6。進むなー。また1。あ、おう、おう。でもこれゴールする勢いやな。この感じだとゴールしそうやな。6で9か。あ、これはスコールやな。プラス100点。この加点大きいよね。1、200点。2か、100点か。ただ、野菜マルちゃん2か。あー、青いマルちゃん1か。はは、これは ということでね、ちびまる子ちゃんなり張り切り365日の巻き3ヶ月間で試してやってみたら30分ぐらいかなんで、でコンピューター2なんで、で3人で自分だけしか操作してなくて、コンピューターは最速で多分振り寄ると思うんで、これがプレイヤーってなったら3人でやったらむしろかかるか。なんでもし40分ぐらいかかるって見た方がいいかな。3ヶ月で3人、プレイヤーが3人いたとして、ね、まあ今回のプレイヤー1人コンピューター2で3人でやったら30分、3ヶ月30分なんで1年か、1年やったら2時間。なかなか長いね。まあパーティーゲームやから、ね、友達とかとねワイワイやるまあ時間は気にせんでいいかな。でも1年はちょっと長い気するな。ただ各季節でね、季節は月か、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3か、まあ分からへんけど、この4つ、初め選べたからね、まあ、季節によって難易度とか変わってくるかもしれへんね、こう、激しく減点されるような、冬とか厳しそうね、まあまあ、やる機会あったらまたやってみたいと思います。でこれ今ねエンディングか、エンディング、これスタートスキップできひんね。じゃあまあちょっと見ておこうか、うん、これは1位のまる子ちゃんってことかな。この音楽懐かしいな。このまま見てても多分終わりはないかもしれへんね。なんでこれ毎回多分プレイ終わったらリセットをして終了させるというような感じなんかな、うん、多分そうやろね。データは別にこう進行度とかクリア度とか隠しキャラクターとか出てきそうな雰囲気はないんで、まあ今回はこれでいいかな。はい、ということでありがとうございました。おやすみなさい。